バルニー、リーコ、つかさ、ラジオ屋さんごっこ。待ち合わせに40分ぐらい遅刻したバルニーです。ムジカフェがそんなに刺さらなかったリーコです。いやわわわこれこれはこれこれ。東京ホテイソンです。6月13日土曜日、14時前、はい、3人で渋谷の会議室に集まっています。はい、そう、ランチしてきて3人で無地カフェで、ね、無地カフェ全然無地カフェ別にいいよね、普通じゃない、普通だよね、1000円であの量かなり充実してる、全部野菜じゃん、リーコおかずが嫌いなんじゃん。いや、まあ、ケチャップ屋さん知ってる？行きたい、行きたいよね、うん、何ケチャップ屋さん、ケチャップがいっぱい、あのたのたのたのウォーターバーみたいなところ、全然行きたくない、やばい、うん、でもいろんなケチャップ試せるらしい、あごめんごめん、嘘だよ。え嘘なんだ。え、待って、ケチャップ屋さんって存在しない、存在しないよ。え怖いね、あれでいいじゃん。いやいや、信じる方が怖いわ、これ理解できない。フレッシュネスも似たような感じで。え、ちょっと待って、リスナーさんにうまく説明すると、今日お昼ご飯どこで食べるってなった時に、つーちゃんがケチャップ屋さんはって言ってきて、え、何そこって言ったら、え、知らないのって、おいし、なんかいろんなケチャップ試せるとこだよって言われて、え、めっちゃいいじゃんみたいな。で、なんかあえて調べないで、あの、赴くまま行ってみようって思って行ったら、そういえば気づいたら無地カフェになってたけど、え、な、存在しないんだ。存在しない、いじってんだよ、いじってんのにバルニーさせてくれるかなと思ったら、全く分かんなかった、全然分かってくれない、なんだはぁ、やば、ラジオ屋さんごっこ、はい、今日はお便り読まなきゃいけない、そう、お便り珍しく読みます、そっかそっかそっか、ちょっと待ってください。そうそう、ウィズコロナでうちら2回目ね、集まんの、うん、そう、お便りです。めちゃくちゃ遅れてしまって申し訳ございません。2月24日なんで、やば、3、4、5、4ヶ月遅れて、読みます。ラジオネーム、すのもの50品盛り、うん、50品盛り、はい、メッセージ読みます。バルニーさん、リーコさん、つかささん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。ラジオ屋さんごっこはかなり最初の方から聞いてるつもりで、今ではラジオ DJ としての会話の交通整理力抜群なバルニーさんだけじゃなく、わお、ラッパーのバルニーさんも大好きで、わわ、上辺は明らかに奇妙なのに根がスーパー真面目なつかささんも尊敬しています。なのですが、僕がラジオ屋さんごっこを最初に聞き始めた頃は、リーコさんが話してくれるヤバい男の話が本当に大好きで、上品な開示や死にかけの和紙の会話よく友達に勧めたり、ラジオ内でのエピソードを丸々僕が友達に喋るということをしてしまし、してました。ぜひここらで、こちらで一発リーコさんのヤバい男の話、もしくは頭のおかしいカップルの話をかまされたいです。よろしくお願いします。おかしいカップルの話も選択肢としてあったんだ。めっちゃおもろいやん。ちなみにパッと読むけど、かっこスイカとかの種の野口で他のラジオの話をしないというルール絶対正解だと思う、ラジオネームだと読んでいただけば嬉しいです。あ、これ読むべきじゃないの、うん、うんうん、あ、じゃあカットでドンドン。なるほど。なんか、あの、なんちゃらなバルニーさん、なんちゃらなつかささんって、なんか一旦さ、ポテチが褒められてるじゃん、性格を、うん、なんか私も一回褒められてからこの話題に入ってました。いや、僕あのこれ間違ってよ、前の読んでんのかなと思って心配になった。あれ、このくだり前回あったじゃんみたいな、そう、知ってるみたいな、あれ、これリーコはなんかすごいしょぼいやつだったんで読んじゃったなみたいな。リーコはよく遅れるみたいな。あ、そうそう、あったよね。あったあったよね。なんか就職したいって相談、相談のやつでしょ。就職相談の。あ、そうそう、それだそれだ。で、そうね。やばい男は頭のおかしいカップルだって。そう、なんかそう、なかなかなくて読まなかったね。ね、やっと思いついたね。そう。なんかそんな普段そのやばい人とかを頭にね、なんかこう念頭に入れて生活もしてないから、なんかちょっと考えてて。もったいないなと思った。なんか、あ、落ちちゃった。なんか
なんていうの、あのこんないっぱいやばい人がいるのに全部ちゃんとメモしとけばよかった。いや分かる、今までの人日々過ぎ去るからね、忘れちゃうよね。そう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 、やばいエピソードって。そうで、なんか今ちょうどちょうどさっき今日は本当は、まあ、この、 の、 あのこういうお便りが来てるからなんかないってつーちゃんに言われて、なんか今日は、別になんか話せるあるんだけど話せることが限られるよなとか考えてて、だけどあ、じゃあ私が中学校の頃あの通学路で武蔵工業大学附属のあの中学校の男の子たちに囲まれて石とか投げられてた話しよっかなって思ったんだけど、とんでもない話。いや本当にあのえそれやばいとかなんていじめじゃん。いじめだよ。でも男子校のちょっと話ずれるけど、その男子校の男の子たちにとってスカートが短い同い年の女子が同じバス乗ってるとやっぱなんていうの、あの変な方向であのアピールしてくるわけよ。あ、中学生、そう、その好きだと傷つけるのもうあのレベル100みたいな感じ。そう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 、えだと私は思ってるんだけど、信じてる、そう思いたい。そんな純粋にあいつらが私のことをいじめてきたとは思いたくないが、えでもなんかその椅子と一緒に紛れて手紙とかも入ってたりとかするわけよ。漫画の世界じゃんそれ。え本当に、え、ね、手紙なんて書いてあるの。え連絡先とか。狂ってるね、そいつ。狂った世界だね。え狂った世界だよ。そう、え石ガチで痛いやつ。痛いやつ、あでも小石、砂利とか、砂利とかバーって投げられるの。こんな感じね、ポンみたいな。うん、そう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 、バスの中でね。それやばいね。やばいでしょ。やばいね。でなんか、まあ、まあそういう話をするわって言ってたんだけど、今たった今あこのやばいわしと同じぐらい死にかけてるわしと同じぐらい気持ち悪い人いたなっていうのを今ポンって思い出した。過去回ね、死にかけのわしっていう回がねおすすめです。そうそうそう、 あるんだけど、なんかこう準備して喋、準備してないからあれなんだけど、なんかじゃあこれが本当に怖いかどうかはリスナーの人およびつーちゃん、バルナはこの話してるから、うん、あのつーちゃんにちょっと任せますが、はい、評価を。あのなんか私 の、 あの大学4年ぐらいの時にあの小学校の同窓会があって、うん、自分が22の時に、うん、小学校の時の同窓会があって、その小ごめん2回言ったんだけど、その小学校の担任の先生を囲んであの大きいそのいろんな代の人を呼んで同窓会しましょうってなったの、うんうん、だから私のクラスメートの子たちもいるし、その先生が私たちを担当する前の代の人たちとか、うんうん、だからなんか3代ぐらいでやったのね、うんうん、で上の代が自分の休校上の代って、えすごいまたぐね。あそうそ う、 もうおじさんたちと自分22の自分たちともう一個下の代のあの10まだ6、うんうん、7の子たちとかでみんなで大きい同窓会をして、その、すごいね、こあの担任の先生を囲んで、まあ、なんか正常はそういう、 なんていうの風習みたいなのがあって、うんうん、担任の先生をいろんな教え子たちが囲むみたいな、うんうん、をなんか本当に何年かに一回やるんだけど、まあ、そこに私なんか幹事かなんかになっちゃってそう行って、そしたら旧公園の代の人たちも来てて、うん、であなんかこんにちはみたいな、あついきっちゃんっていう先生なんだけど、あついきっちゃんの何代目の生徒の何々ですかっていう紹介して、うん、でまあ普通にみんなで楽しくご飯とか食べてその日が帰るってなった時に、うん、その旧校上の代のまあすごい割と綺麗な顔のおっさんが、うん、なんか話しかけてきて、今日は楽しかったねみんなみたいな、終わりの方にね、そうそう、うん、でまたこういう会定期的にやろうよみたいな、うん、で連絡先をみんな交換しようっつって、でその人交換して、私も30ぐらいの人だよね。そう22だから31、2歳。ああ、じゃあそうそうそう、今の僕らにちょっと近いですね。そうそうそう、が、まあ、22の女の子にそうなんかみんなに連絡先聞いてて、で私も連絡先交換して、うん、でまたじゃあ飲み会しましょうっつって終わったんだけど、なんか後日なんかその人からあの個別でまたメールが来て、うん、なんかご飯行きませんかみたいな、でもなんかすごいナチュラルな誘われ方だったの。なんか卒論の話かなんかしてて、卒論手伝ってあげるよみたいななんか感じで来た気がするんだよね。だから全然不審にも思わないで会ってたわけよ。
で初めて会って、でなんかその人がなんか実はねリリちゃんと同じぐらいの彼女がいたんだけど、でその子と2ヶ月前に一緒にモルディブに行ったんだけど、その後その子が実はあの他に彼氏がいるってことを知ってしまって、すごい今心身ともに傷ついてる。でなんかそんな中でこの間ああいう飲み会、あの同じあの小学校のクラスの飲み会とかがあって、あの本当に癒されたんだよねみたいな、うん、言われて、ああそうなんですねみたいな。で私もその頃なんか失恋したばっかだとか、いや私も本当にしんどいことがいっぱいあってみたいなって言って、お互い失恋した話ですっごい意気投合したの、うん、あるあるだね。そうで、なんかその人服飾デザイナーをやってて、うんうんうん、でなんか服装とかもおしゃれで、でなんか帰りがけにその人が巻いてたストールを私にふわってかけてきて、なんかこれ次の時までに返してねみたいな、まあ一生でもいいんだけどみたいな感じで、えなんか漫画みたいとか思ってたけど、その時点では不信感ゼロなんだ。不信感ゼロだったのその時は。っていうのもそんなにその32、33歳にしてはなんか顔がかっこよかったんだよね、錦戸亮みたいな。あーかっこいいね。32歳は普通にまだかっこいい人いっぱいいるっしょ。いやでもね、やっぱ20そこらだとやっぱおじさんに見えちゃってた。そう、それでえなんかこんな服飾デザイナーのストールやとか思ってたわけその時は。でまあそうか、まだ大学4年生だからね。そうそうそう、でルンルンで帰って、でなんかかっけえストールだなとか思ったりとかまあ、してて、でそのうちまたえなんかまたお茶しないみたいな言われて、あ行きますみたいな感じで結構ホイホイついてってお茶したりご飯食べたりとかしてたわけで、それ以上のことは別に何もなく、毎回終電前には必ず帰ってたし、ストールもその後返してたんだけどなんかストールを返すとまた違うストールがなんかふわってかけられて、怖いんだけど、やっぱ似合うねとか言われて、え私にこれをか最後かけて帰るためにこの人を選んでくれてんのかなとか、なんかいろいろ考えちゃって、なんかありなのかもって一生思った。すごい、ストールで行っちゃうんだ。いやでも20って本当に怖すぎる。ちょっとストール準備しよう。めちゃめちゃキモいで、キモいで、でもなんかそれでキモいで、キモいね。キモいんだけど、なんか、まあ、ありかもって言っても本当に何かの間違いがあればありかもぐらいな感じ。そこまで積極的ではないんだけど、うんうん、なんかその失恋の話で盛り上がるし、私も結構その愚痴を言いたいっていう欲がすごいあったから、なんかちょうど良かったんだけど、なんかある日なんかその人に、いや僕たちすごい仲良くなったよねみたいな、なんか改めてなんかこう前のめりに、うん、いやこうやって出会ってもう3ヶ月ぐらいでみたいな、すごい仲良くなれて本当に僕嬉しくてみたいな感じで言われて、なんかほうほうって聞いてたら、なんかなんだっけな、リリちゃんってなんか将来の夢とかなんか決まってんのみたいなって言われて、うん、えいやとかって言ったら、絵本作家になりたいんだよねって言われたので、その時まで一回も私絵本作家になりたいとか将来の夢とかなんかデザインとかそういうことに興味があるなんて一回も言ったことなかった。お前失恋の話しかしてないから。怖いよ。でなんか絵本作家になりたいんだよねって言われて、今ゾワってきたよ。そう、一度ゾワってきた。一度ゾワって僕えそれじゃんって今なったもん。それで私がなんかあそうだったかもしれないですみたいな、えなんでだとしたら私言いましたっけみたいな、でなんかちょっと言ったらなんか、いやなんで知ってると思うみたいな感じでなんか謎のクイズ形式で返してきやがって、でえいやマジでわかんないですって言ってたら、実はねみたいな、そのリリちゃんのことを僕10年前からずっと見てたんだって言われたの。でその理由がえどういうことですかって言ったら、なんかうちの小学校って入学した時に、小学校1年生として入学した時になんか全員で顔写真が載ってる、なんか聖女っ子通信っていう冊子が配られるのね。でなんか、まあ、私ももちろんそこに載ってるんだけど、でその担任の先生のついきっちゃんって人のなんていうのデスクにその通信が置いてあったんだって。でその人はその時高校2年生で、私が小1の時、高2のその人がたまたまついきっちゃんのところに訪問遊びに来た時に、 OB 訪問って感じで遊びに来た時にその冊子が置いてあって、
まあ、中見て今年の入学小学校1年生入学した人パラパラって見てた時に自分の名前と将来の夢をそこの通信に書くんだけどそこに私が載ってたんだってでずっとその日から仲良くしたいと思ってたって言われてなんか意味私時系列とかで一瞬吹っ飛んでえっ どういうことですかみたいなえだからその高2の時にツイキッちゃんのとか遊びに行って冊子見てリリちゃんがそこに写っててあの絵本作家になりたいって書いてたんだよ覚えてないって言われてえなんかえ覚えてないっていうかえでっていうかそうっていうかっていうかってなるじゃんでええいやとか言ってなんか本当に指導もどろになっててこれって喜んでいいのか、ね、気持ち悪いなるべきなのか、うん、僕未だにちょっと分からんそうどっちなのか分かんないんだけど聞いてる側としてもいやでも6歳の時の話をしてるわけよその人だから14年経ってるわけか14年以上16年ぐらい6歳の時のやつそれそうだよだって6歳の私の写真を見て絵本作家になりたいって書いてあるのを待ったなそいつも高校生だよそう高校2年のそいつがチェックしてんだよえ僕大人のそいつより高校2年のそいつが怖い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 本当に本当にそうで高校2年のそいつが6歳の私を見て可愛いうんそこがいつか友達になりたいってその時に思ってずっとその同窓会っていう機会をずっと待ってたって言われたので、え本当にありがとうございますってその時言ったんだけどちゃんと今滑らない話のスタンプ入ったありがとうございますで終わったわなんかでそんなことあるんですねみたいなでなんかあのリリちゃんいないかなって探しててやっぱいて全然あの時と変わらなくてみたいなあの時ってその6歳の写真で鼻水垂らしてるような写真だけしか手がかりがないのにそれ見つけてもう絶対連絡先聞こうって思ってたんだよねってすっごいどやられてでなんか私もへーとか言ってたらなんかその人には多分私がすごく感動したように映ったんだと思ったんで、やばすぎこい。なんかこれからもあのちょっとゆっくりでいいからお互い傷ついた者同士だし、ゆっくりでいいから距離縮められたらな、やられたらいいなって思ってるって言ってまたスカーフを渡されたわけよ。で、また。で、あーとか言ってて、そしたらなんかところであの3サイズ教えてって言われて。めっちゃキモいじゃん、 なんかこの話をされた後にゾッとした後にちなみにえ、うん、ちなみにってか覚えてないけど3サイズ教えてって言われていやちょっと分かんないですけどみたいな なんか触って確認していいかって聞かれてあちょっとそれはできないですみたいな適当に流してだよね嘘冗談で母みたいな感じで終わったんだけどなんかえなんでこういうことを言おうと思ったかって言うとねみたいなマジ語り口調がクソキモいんだけど言うとねみたいななんかあの服飾デザイナーだからなんかリリちゃんに服作ってあげたいなってちょっと思っててみたいなで絶対君はアンティークドレスが似合うと思うって言われたでアンティークドレスを君に作ってあげたいって鬼面白いであの5ヶ月前に行った元カノアンティークドレス似合うかそもそも今ググったけど絶対似合わないじゃんアンティークドレス似合わないやんなんかアンティークドレスを作ってあげたいそれで一緒にモルディブに行こうって言われたのでえマジモルディブをえ元カノと行ったとこじゃんえそうそうモルディブに行ってもう一回その嫌だった思い出をあの利用されてんのアンティークドレスを着た君とあの塗り替えたいみたいな頭狂ってるいや狂ってるいや旅行に着てく旅行に着てく服じゃねえしかもモルディブでモルディブヨーロッパならまだしもまだしもビーチだよでなんかそれ言われてへーとか言ってありがとうございますとか言ったんだけどまた感謝しもうさ感情バグってるよねもう分かんなくなっちゃってるよね、うん、とりあえず処理がそうでなんかまあそれでバイバイしてなんかあのアンティークドレスの生地選びなうとかなんかちょくちょく連絡が来てたんだけど全部無視してそれ以降一回も会ってないんだけどいやそうだろう怖くてうん怖くて変質者だよインスタとかツイッターとかはフォロー申請来るけどストールはその日持って帰んなかったの持って帰んなかったあさすがもう会わないえじゃあもう7年ぐらい経ってんだ
7年以上、あ、そうだね、7年ぐらい経ってる、ね、え、あっちからはその、例えば無視してから 1週間、1ヶ月間経ってなんか来なかったの、なんでみたいな、なんでもうこう検視してくれる、あ、なんかね、そういう感じのことを言われたような気がするんだけど、なんかもう、それよりもガラガラシャットが、うん、そう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 、ね、で、これ結構怖かったっていうか、めちゃめちゃ怖っ、ちくるってる、くない、うん、やばいね、なんかやばいとこありすぎて、ちょっとどっから入りたいかも分かんない。ちなみにゾワッとした、つーちゃん的には、え、ゾワッと、てか一瞬稲川淳二に見えた、リーコのことをさっき一瞬怖い話触れてたから。いや怖いよ、なんかさ、その頃ってまださ、ロリコンがどうとかそういうこと気にしたことなかったんだけど、なんか私、なんていうの、全然それが別にいいことだし、別に悪いことじゃなくねって思ってたわけ。確かにその頃って大学生でしょ、うん、まだなんかロリコンがそのめちゃめちゃもう犯罪ですみたいな、そのすごく糾弾されるぐらいまではなってなかったじゃ、ね、うん、じゃないし、なんか結構その軽音とかさ、春日とか流行ったくらいで、アニメとかがやっとこう、なんていうの、受け入れられ始めたから、なんか結構誰がどうとか分かんなくて、そこら辺の感じ分かる、その僕の妹がなんとかじゃ なわけないとかいうアニメとかがやってた頃で、妹とかロリとかそういうのがもう公にちょっと出始めたぐらいの時期なわけ、うん、私ファッションの人もいたじゃん、多分いた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 、お前ロリコンだからな、あははみたいなのが普通に受け入れられてた時代で、だったから分かんなかったんだけど、でだけどその時その人になんか6歳のリリちゃんを見てずっと追いかけてたんだみたいなことを言われた瞬間に、いや怖い、えみたいな、え、もさっきも言っちゃったんだけど、なんか一番この話で違和感というか、なんかゾッとするのが、その高校2年生の時に6歳の子を見て、僕の中で高校2年、僕も今でもそうだけど、6歳の人って顔全部見てもほぼ一緒、そう、いやマジで見返したの、家帰って自分どんだけ輝いてたのかなみたいな、え、私ってそんな可愛かったっけってパッと見たけど、マジでさ、やっと猿が人間の顔になり始めたみたいな、なんかお餅みたいな顔してて、全然可愛くないわけ、うん、いやだろうね、だからそこが一番意味が分かんない、差がないもんね、うん、そう、差がないの、全員まあ普通に可愛い赤ん坊、うん、だよね、だよね、だよね、6歳ってそうだもんね、うん、そこからが、で正直すげえキモいこと言うと、うん、25% ぐらいこのキモさに共感できるとこがある、うん、え、つまり怖い、え、何、ゾワ返し、何ゾワ返し、ゾワ返し、ゾワ返し、プチゾワ返し、何何何、なんかインスタとかの使い方と似てるかなって思ってしまったところがある、つまり卒業、その文集が、文集つか、その人のキモい、行動と僕のインスタの使い方が、うん、そういうことか、はいはいはい、ちょっとオーバーラップあるかなと思ってて、うん、なんかインスタとかでなんか、あ、この人なんかいつかバズりそうやなみたいな、うん、いつかなんか有名になりそうだなとか、うん、人を時々フォローするの、で、まあ、フォローも外しもするんだけど、うん、なんで一人でお互いしてんの、いや、そういうとなんか原石探し、はいはいはい、わかるよ、うちもそれ好きだもん、でだから、はいはい、リーコもその気持ちは分かってくれると思う、うん、思ってて、いや、つーちゃんの言ってることはわかるよ、僕は、ね、だからそういったなんか、そういった気持ち全く同じじゃないけど、ちょっとオーバーラップあるじゃん、なんか未来へのみたいな、うん、でも、うん、なんか未来への投資、投資、そうそう、本当未来の投資の行為みたいな、記憶みたいな、でも、うん、なんか違いが、なんかあと時間軸がおかしいのとあのそうなんだよね、17歳が6歳を30 17歳が6歳っていうギャップもおかしいし、17から32まで覚えてる、うん、覚えてるの、僕1ヶ月で忘れるから、その投資をそりゃそうだよ、そどんなになんかそれを根に持って生きてないからいや、からそれが不思議で、ね、なんかちょっと分かるところもあるけど、いやいやいやみたいな、そう、なんか私もそう処理一気にできなかったのが、そのゾッとする時間軸と数字が2回出てくるっていうところで、17歳と6歳っていう関係図と、それから16年経っている今っていう、なんか本当になんていうので、もう32って22歳の自分からしたら別にもうおじさんだけど、別に恋愛対象にはなるっちゃなるじゃん、年として全然、まあね、おかしくはないじゃん、うん、だから今の関係は分かるんだけど、その
前にそういう感情を6歳の自分に対して抱いてた17歳の人がこれかみたいな、なんかいろいろ構図がわけわかんなくなってきちゃって、うん、しかもその当時ってさ、それこそさアニメとかもまださそんなにさ大衆のものになってないさ時期でさ、それこそロリコンっていうのがさまだなんか面白おかしくもなってない時期っていうか、その言葉にもなってないぐらいなんつの、そうだね、時期なわけじゃん、ね、うんうん、だからその人は正真正銘のそういう詐称に愛しちゃったよね。そうで多分その人は純愛だと思ってるわけよこれに関して、うんうんうん、そう、それはねちょっと言葉にできないけどそれが一番感じた。なんかその人は悪いことしてるって思ってない気がする、うん、そうだよね、確かに悪いことはないんだけど、いい人なのその人、めっちゃピュアな感じする、そうそうそう、ピュアにやっと会えたみたいな、そうだからクソ怖かったの、うん、こいつめちゃめちゃ厄介じゃんと思って、でなんか私もそれを どういう処理の仕方をするのが正解か分かんなくて、その時は帰ったけど、もうドローンするしかないっていうね、まあプラスダメ押しのそのアンティークドレス、そうそうそう、ダメ押しあなんか理由にもなるしね、アンティークドレスを着せられそうになった怖いっていうそれでもう逃げるのに十分じゃんそう、多分私バレないそういうこと言ったなんか LINE かなんかでアンティークドレスって着るもんみたいな、いや本当それで聞いてなんかしかも今 Google だとこういうドレス出てくるけど、なんか10年前のアンティークドレスってググるとフランス人形がいっぱい出てきた、だからマジでこいつ私のこと人形として見てんのかなみたいなつまりアンティークドレスの需要が増えたってことね、そうそう10年前と比べたら、ね、そう多様性多様性が、まあ、確かに確かにそうそうそう、ダイバーシティですよ。アンティークドレスってさ、その昔あ、そう、それを模して作るっていう話か、そういうさヴィンテージものなのかなって私は思ったんだけど、新しく作ろうとしてたんだね、そうそう、アンティークドレスみたいなのを作りたいからコルセットからなんかこう巻いてもらってみたいな、へー、だから3サイズが必要って言って、僕その人いろんな人にそれしてる気がする、あ、そう多分ね、で私もそれはまあそんぐらいの熱量で6歳の人を見てたかどうかは知らんけど、アンティークドレスを着て旅行に連れ出そうとするっていう手口は多分いろんな人に多分やってると思ってて、でなんかこの間すっごい久しぶりにインスタその人申請が来てて、アクセプトしなかったけど、なんかなんていうの、見たらめちゃめちゃ、まあ、その人って要はだから今30、40近いわけよ40近いんだけどモルディブにいてえまた在住してるわけじゃない、旅行で、えでもまだそのマイブーム終わってないマイブーム長くそうそう、でもなんかモルディブとかスペインとかいろんなそういうビーチに、リゾートビーチにいるんだけど、なんかずっと小ギャルみたいに連れてんのずっと小ギャルを連れてて、多分私より年下だ、いやそうだからきっと常にそうなの、きっと原石探しめっちゃ前からめっちゃ利用してるんだと思う、うんうん、みんなギャルだからアンティークドレス着てくんない、うん、なのかな、あれ見つけたんだろうねマーケット、アンティークドレス着てくれるギャル、そう、うん、そう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 、でなんかすっごいモデルみたいな小ギャルとモルディブにいて、なんかこいつはずっとこういうことしてんだって思って、そのギャルに喋りたい、どういった気持ちで行ってんだろう、旅行行きたいからかな、いやでも多分旅行に行きたいからじゃない、だってそいつもその失恋した時の話聞いてると、なんか結局俺なんて旅行費出してくれおじさんぐらいにしか思われてなかったんだよしょぼーみたいな感じだけど、めっちゃ分かってんじゃん、分かってんじゃん、なのになんかそう分かった上であの笑顔なのかもしれない、インスタの屈託のない笑顔でモルディブに行ったよ、かわいそう、旅行費をどういう仕事してんの、なんか服飾デザイナーで、詳しくは知らなくて、なんか結構闇に包まれてて、なんか一回その人もなんかこう中学の時に正常でいじめられちゃって、なんか友達、まあ、いじめの標的が回ってきて自分に、でそれで結構僕が立ち直れなくて、高校はなんか青学かどっか別の付属校行った後に、高校の途中からアメリカにずっと行ってて、大学もアメリカの大学でデザインを勉強してみたいなとか言ってたから、やっぱその今やっぱ思い出したけど、その22歳のなんか美大行きたかったのにとかってコンプレックス抱えてる私からするとすごく成功者に見えちゃったんだよね、まあ、しかも元成長だしね、ストールもかっこよかったし、顔も錦戸亮みたいな感じだったし、そこがねポイントだよね、そう錦戸亮、いやマジで業界人みたいだった、なんかてかこれ聞いてほしい、きっと
きっと聞いてると思う、ラジオ屋さんごっこ。きっとリーコファンだったの。唯一のリーコ推しだよ。確かにそうだよね。怖い、マジでやばい。怖い。こいそいつは結構今まで聞いて、そのわしもやばいけど、死にかけのわしも、まあ、あれはハプニング系だもんね。そうそう、あれ、あいつがどんな人かまでは知らないけ けど。そうそうそう、こいつ怖え、マジで怖かった。こいつ怖え。2回目だもん。いや本当に2回聞いてもゾッとする。本当に忘れかけてた。えバルンチそういう経験ないの？いやないし、まず普通にすぐ不審に思って行かないよ ね。ちょっと変な人。不審感早いよ、うん、すっごい早いの。本当に警戒心ちゃんと固まりよ本当に。リスク、リスク回リスクヘッジ大好きだもん。だってさ、絶対美大とかさ、そっちの周りの、バレナの周りの方が変な人絶対いっぱいいるじゃん。いやー、まあ、毎日言ってるもんね、変な人、変な人。けど、なんていうの、ちゃんとノーって突き返せるから本当に。でも今もへ、うん、ちょっと不審な DM とか来るけどすぐ分かる。本当に変なおじさんって思って、すげえ ありがとうございますニコニコ。変なおじさんってそういうキャラいそう。あ、変なおじさんはみたいな。え、そういう変なおじさんってどういう感じなの？僕はここでこういうお店を営んでいるものです。ニコニコバルニーさんの曲良かったです、よかったら聴いてください、僕も音楽作ってるんです、 PS なんとかなんとかなんとか PS みたいなやつで、めっちゃ明るいし長文だし、なんかたくさん送るみたいな。だからもう、でも有名になればなるほどそういうの多くなる。絶対増えるでしょ。いやでも本当にリアクションしたらおしまいだと思って絶対嫌だと思って。もう感じてる、来てるなって。え、もう感じてる。それでおかしいわ。そういうのって、でもバルナってもうリアクション返さなくなってるの最近。なんか2個目ぐらいまではする。その1つ目はする、あははありがとうございますニコニコ、そうなんですね、終わりみたいな感じ。その後来たら優しいの。一応レイプすんだ。一応する、一応する。え、あの場合ってそのゼロ、あのリスクゼロか、リスクゼロで、返事する、するリスク100でもうほぼ無視っていうのあるじゃん、うんうん、その中になんかグレーゾーンで悩んで、あ、リプするかみたいなのはあるの？あ、でもあるある。でもいやでもやり取りしようと思わないかも。それだったら普通に終わり、やり取り終わりそうな絵文字とか。いや、そこがなんかどうやって見極めてんのかが疑問で、その音楽同業者でなんか気に、前から知ってる人だったらもちろんリプするみたいなのか、うんうんうん、まあでもなんか同業者で全然知らない人でもちょっと変な人かもしれないけどリプするのはある。あ、それはなんかその同業者だからとか一緒にコラボするかもしれないからっていうんで。いや、なんで聞いてるかというと、僕は今バルニーと仲いいから、その、うんうんうん、あの心配はないけど、全く同じこと思ってたかもしれない。そう、うんうん、誰、僕に対して、それとも自分に対して。え、一回話してみて、うん、僕はそのバルニーと仲いいから、その別に心配とか不安は一切ないけど、やっぱりバルニーと仲良くない自分っていうのは全然ありえたし、そうだね。それでエロ DM 送ったのはもう全然ありえるし、それで無視されてたんだろうなって想像するとすんげえ悲しくなる。いやいや、私も今なんかじゃあつーちゃんが普段送るエロ DM みたいな、そうエロ DM みたいなのは、例えばこの、例えばズームって曲を出したタイミングで司谷本っていう全く知らない人からこんにちは聞きましたみたいな、そう、答えにくいと思うけど、ちょっと一瞬あの脳内白にして、うん、僕のインスタグラム思い出して、うん、どうリアクなんか質問かなんかで僕が、あ、これいいっす、韓国ここ行くべきです、マップこれですみたいな。あ、でも正直、本当に正直、つーちゃんのフォロワー数とか個人情報をさらけ出してるのを見て、それで、あ、大丈夫だこの人って思った。それがもしなければ、あの返事しないかもしれない。え、でも結果オーライってこと、結果オーライってこと、それが信憑性につながってるよって思う、うん、え、でもめちゃくちゃ興味深いね。そういった意図も理由もあって、うん、あの意識的か無意識的か別として、そういった意図、あ、そういった理由でリプしてくれてる人はいるんだだねって今思った、うんうん、きっとそうだと思う、うん、つーちゃんが見せてるから、うん、いっぱいいると思う。そうそうそう、先にね、手の内みたいに見せてる方が、そうそう、僕がやってる活動はこれですとかって書いてあるしね、なんかあのインタビューとか面白い、ね、じゃあつーちゃんって結構そのわけわかんない DM が来たとして自分は結構全部ちゃんと、僕はもう相当人の、一般の人のバレニア、例えば0から100が、そういったスペクトラムっていうの、うんうんうん、だったら僕の100は2ぐらい、わかる、ん、人の2が、僕は2から
もう返事するってこと。返事する。返事する。あー、じゃあもうスパムとか以外は大体返事する。今なんかエロ系のなんかタグされるじゃん。ねえ、あれ何本当やろ。あれはさすがにリプしてる。あれはリプしてたらすごい。あれにしてるやつ。元気って。だって僕、ツイッターでも時々、LINE で時々そのツイート来るとき、なんかちょっとバズったっつうかなんか、うん、すごいリツイートされたじゃん。白人、なんていうの、ホワイトスプレマシスト、TBS のやつ。そう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 、うん、でそれでアンチちょっと来るんだよ、うん、僕ゾワゾワすんの、アンチ来んと、こいつとなんか仲良くしたらめっちゃおもろいんだろうなみたいな。加藤じゃん、加藤だよ、加藤。加藤、何話かま、なんかさ、ゲストに来た時、加藤がスポーツと来た時にバルニーの YouTube の欄にいるそのアンチコメしたやつに個別で絡んで、その後仲良くなってバルニーのライブに一緒に行くっていう。そうそうそう、性格悪いのかなんかよくわかんないんだけど、僕もなんかきっとこの人は僕がめちゃくちゃアグレッシブになんか怒ってくるっていう妄想してんだろうなって思って、うんうんうん、それを覆すのがもうなんか快感すぎて、あー、だからニコニコみたいな。そう、だからもう、うわやったーみたいな、めっちゃいいやつだと見せてあげるみたいな、すんごい変な感情が分かるんね、ド変態なんだけど。すごいそのメンタル。それで相手もさ、なんか予想外な返事が来るわけ。そうそうそう、おおおおみたいな、おおおおうんみたいな感じなのがすっげえしてる。2,3 年前にパリのなんか、そう、パリでめちゃくちゃバズった卓球なんかすんごいちゃんとしたパリのすごい立派なオーケストラみたいなの行って、うんうんね、最後の方がコンテンポラリーアートに近い、コンテンポラリーミュージックに近い卓球の台を使って、うん、卓球の球を使って音楽をするって演奏するみたいなのがあったのね。それが、まあ、写真ダメだったんだけど、僕はなんかこれはやばいって思って動画に撮ってツイッターに流したの。そしたらなんか超適当なツイッターだったのに、もう何万リツイートを得た、うんうんね、最初で最後のバズりだったんだけど、うん、それになんか1万超えたらなんか日本人からなんかすっげえ変な奴らがちょっと動画なんたらかんたらとか撮っちゃダメでしょみたいな、これあこれあのパクツイですみたいな、パクツイ通報みたいな、めっちゃ来んの、パクツイですみたいな、嘘まつそうそうそうみたいな、いやなんかおもろい文化だなと思って、うん、すげえリアルなのにパクツイって言われてるのもなんか意味わかんなくて、うん、それ別にそれはさておいて、なんかすごい言ってくる人がいて、うん、なんだっけ、なんかすげえいじられて、うんうん、で動画で、うん、いや覚えてるよ、つーちゃんですわ、はい、いや覚えてるよ、これは本物だよみたいな、意味わかんない、うんうん、もう自撮り、個人情報を出してるし、自分の顔出してるし、うん、優しく接してるし、うん、もうなんか自分のなんかそのアンチがもう両層してたのも真逆になって、なんか DM で、あ、そうなんですねみたいな普通のリプが来て、あ、そうなんです、なんかこういった情報でこういったコンサートでパリで行ってすごい面白かったです、ぜひ行ってくださいみたいに言ったら、ありがとうございますって来て収まったから、すごいいい成功体験もしてるから、すごい好きなの。アンチ退治ね、アンチ退治、退治っつうか仲間にさせる、仲間にさせる。でもね、私それはね、つーちゃんが海外に住んでるからできたことだと思う。やっぱ住所割られるんじゃないかとか心配になっちゃう。怖いよね、怖い怖い。そう、でもあれ私見た時に、わ、つーちゃんバズってるって思いながら最初ツイッター見てて、で、わ、アンチとか来てるよ、うっざーとか思って見てたら、うんうん、ね、ちょっとスクロールしたらつーちゃんのドアップがあってわわわわとか言ってて、え、こいつマジで頭おかしい、え、待って、こいつやばい、あ、マジでほんと全然日本の怖さ知らねえわこいつと思って、なんかつーちゃんに、え、お前マジで頭おかしくないみたいな感じで言ったら、なんか、え、なんでアンチ教わったよみたいなこと言ってて、なんか羨ましいなって、ほんとおめでたい人だ、懐の深さがえぐいのいやいやいや、でもアンチは戦争と一緒だよ、戦争されたら戦争で答えるんじゃなくて、はい、優しさで答えなきゃ。いや、そうですよ、それもう今みんなに言ってほしい、ほんと今は喧嘩だらけじゃん、ほんと確かにね、今は思うんだよね、いろんな人がね、喧嘩してて、ラジオ屋さんごっこ、あれ、で、なんだっけ、あと2個目2個目、これどうつなげんだ、まあいいや、なんか LINE とかで、あ、友達のポッドキャストで、うんうん、なんかすごい仲いい人から、うんうん、何年も仲いい人から、うんうん、結婚したい、そう、プロポーズされた、
とバルニー詳しいんだっけ。これは紹介していいのかな、うん、その元のラジオがあって友達のラジオなんですけど、スイカのラジオっていうの、それの5月4日放送第24回、結婚と合コンっていう回があって、これがすごく面白かったからこれを元に話したいんですけど、そのメンバーの一人の野口くんっていう子がずっと仲良かった女の子にプロポーズされた。で、え、そうなん、そう、そうだ、聞いてないの、聞いてないの、聞いて、それね、それで、でも その子には学生時代から友達とかがすごい何年も友達なの、何年間も友達なのね。たまに遊ぶ、2人でも遊んだり飲みに行ったりするみたいな。で、一度告白されたことがあるんだって、昔にも。だけどちゃんと丁寧にお断りして、その後は友達としての関係が復活ってか、元何もなかったようにまた友達を続けていて、ずーっと仲良かったんだけどだけど今回なんかまたっつうか、そのプロポーズされたの、改めて。え、2回目、2回目ってか2回目の告白みたいな感じで。で、私、その女の子はね、私いろんな男の子と出会ってもどうしても野口と比べちゃうんだよねみたいな、あんたのせいよみたいな感じのノリのプロポーズみたいな、結婚すんなら野口しかいないと思ってるからみたいなことを言われたんだって。でこれ、まあ、あのディティールはそのこのスイカのラジオ24回5回を聞いてほしいんですけど、24回か、うん、いやいや本当聞くべき。でこれをうちら、この回やばくねってなって、それを聞いた私とつーちゃんが、なんかいろんな感情が出てくるそう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 。でも野口くんっていう子もなんか、まあ、まあある意味失礼だけど、まあ割となんつうんだろう、女の子の友達はいっぱいいるけど、すごくそのなんつうの、うん、女気がない感じの子なのよね。なんかとても文化的なことが好きで、なんかまあ、落ち着いて話すような感じの子、うん、だからなんかチャラチャラしてないのね、全然、うんうん、なんか、うん、わかるっちゃわかんない、その女の人たちが結婚すんなら野口みたいな風な感想を抱くのはわかるんだけど、つーちゃんはそれをどう見てたわけ。そうだから、それでなんか面白いねっていう話を LINE でして、うんうん、そう面白い、聞いてたと思ったら聞いてないまま議論してたんだよ。そうだね、だからなんで突然そんな議論してんだろうって思ったの。独自なのよきっかけは。僕はなんだ、まあ正直言ってなんかリーコのなんか議論して、リーコと僕はあの意見がちょっと違うのね、あの別にどっちが正しいってきっと両方お互い誰も思ってないんだろうけど、うんうんうん、なんかスタンスがちょっと違うのね、うん、僕はどっちかっていうと野口くんに責任があるという、スタンスなの、うんうんうん、でこれは別に野口くんっていうわけじゃなくて、いろんな世界のこういった関係で、うん、好きにされん？なられた方、なられた方が責任を持っているっていう、うん、どっちかって言ったらそっちのスタンスの人間で、はいはいはい、リーコはどっちかって言ったら好きになった方に責任があるという、すごい面白いなって思ってて、うんうんうん、僕はリーコと議論するまではなんかかなり強めの好きになられた方に責任があるんだろうなと思ったんだけど、うんうんうん、まあ、リーコも意見で、ああそういうことなんかってちょっと思わせてくれて、で何を言いたいかというと、なんか最終的には好きになられた方が権力を持っているんじゃん、うんうん、っていう、僕はそういった前提で考えがあって、うんうんうん、そのパワー、権力を持ってるからこそ自分がある種それを自粛して考慮して責任を持って行動をすべきだっていう、うんうんうん、考え方なのね。今回 その野口くんの話で言ったら、2回目そのプロポーズされちゃってる、2回目告白されちゃってるのは野口くんの責任だっていうことだよね。そう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 、本当にそれで、うん、で例えばざっくりそれを具体的にどういう意味かというと、まあその好きって言われるまではそこまで責任持たなくていいと思うの。そこはまあ責任持てれば距離とか置くのはまあいいかなとは思うんだけど、うん、言われるまでそんなの分かんないじゃんっていう問題だから、1回目の、1回目なの、うん、そうだからしょうがないと思うの、うんうん、そこは別に甘えてもいいと思うし、言われてないんだったらしょうがないじゃんって、うんうん、一回言われたらそこはもう何の何て言うの、気持ちがなければ、うんうん、まあある程度超明確に言うのか、うん、で言っても聞かないんだったら相手が、うん、もうそこは自分から距離を置くべきじゃないかっていう考えで、うん、態度で示した方がいい。だってもう一緒にいることによって相手を傷つけるという、うん、
もう直接的につながってると思うのね、うんうんうん、気がないのに優しくするみたいな、そう、ね、そうそうそう、うん、できっとこれ僕はなんでそっち側に、回ってるかというと、もうそっちの経験者だからすごい共感しちゃうのかなっていうところで、はいはい、うんうん、どっちされた側、された側として好き、女の子側、女の子側、野口くんだと言ったら好きになっちゃった側だから、好きになるともう無力なの、そこでなんかもう自分で気持ちを抑えるとかないし、あと全部無意識になっちゃうの、コントロールできないから、僕はもうこの人が好きじゃないとか考えて思っていて思いたくても好きなのよ、だから会おう会おうって言ったら会いたくなるし、こっちからも誘いたくなるし、で時々パンクして、あ、僕この人好きだってなって、もう一回きっとプロポーズしたんだよこの人で、僕もそういったことしたことあるから、なんかもうそこはそっちで処理してくれないと死ぬみたいな感じ、うん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 、っていう形、ね、うーん、あーでもそっち側の立場に立ったらそう思うかもね、そう立っちゃったんだよ、立っちゃった、傷ついちゃったから、ね、2年半ぐらい同じ人僕追ったことあるから、はいはいはい、それはね、なんか一緒にいたらもうなんかそりゃ あっちが どんだけノーっつっても、あ、チャンスがあるとか、あ、この人僕のことを好きになれる可能性があるっていうポジティブな考えになっちゃう、うんうんうん、まあ、そうだね、でも確かにその一回告白してないにしても、あ、ただ好きになった人のことを思い出してもそうしてくれたかもしれない、そのなんつうの、会わないよっていうのを、言わないまでもそんなになんつうの気がない風にちゃんとアピールしてくれた人が多かったかもしれない、過去に、バルニーが、私が好きになった人で私に気がない人は、あの、なんつうの、そのやみくもに遊んだりとかせずに、期待を持たせず、期待を持たせず普通に、あ、今つまりバルニーは私は責任を持ったっていうアピール、いや、じゃないじゃないじゃない、どういうこと、ね、でそれで救われたって、あ、そうそう、それで助かったわっていうこと、助かった側っていうこと、そうそうそう、だからその遊びを続けたりとかしない人が多かったから、すごい、あ、それはリスクヘッジが上手だった人なんだろうね、そうだね、そうだし、だし自分に置き換えても自分のことを好きな人に対しても私はそうしてきたかも、うん、超ちょっと話取れるけど、うんうん、それちょっと意外、バルニーをさ、もう大好きになってそれこそ10年試してるって人いそうじゃね、あ、そういうこと、うん、バルニーの性格とかさっきのアンティークモールみたいな、そう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 、ちょっと戻したら もうバルニー大好き聞いたね、もう、え、私は思い浮かぶけど、もう、あ、いるんだそういう人が、ってか複数人いる、そういう人がいるんかい、多分いると思う、なんか全然処理できてないじゃん、でもちゃんとバルの、でも確かにバルにちゃんとペペペペペノノノってやってる、ちゃんと、ね、だからド M なんだよ周りに、そう、ね、そう、いやでもド M にさせれる力、なんかイメージする。それ、つーちゃんとの友情関係と同じじゃないか。私があんま興味ない。勝手に僕に、なんで僕から言ってんけど、なんでそっちから言うの、違う。いや、全員と同じだと思う。私が人間に興味ないから、その人間に興味ある人が、ね、来るみたいな。ね、デオミドエムだね、バルニー好きな人、うん、聞いてますか？きっとこれも聞いてるからね。みんな聞いてる。でもなんか私、ナベツのそのラジオを聞いてなかったから、野口とその女の子がどういう関係性でとかちょっと分かんないから何とも言えないけど、うん、じゃあその女の子に、まあ、野口側に立つことの方が多いから私は、うん、でそう思った時になんかそっちが好きっていう感情を持つのと同じぐらい私は友達でいたい、友達として楽しい時間を過ごしたいってい こう気持ちが同じだけあって、その気持ちをないがしろにされる、その気持ちを捨て、なんていうの、ないがしろにされるわけじゃないけど、それを上回ってまでも好きっていう気持ちが勝って告白とかしてくるわけじゃん、うん、その子たちって。でもなんかそれはもうなんていうの、なんて言えばいいのかな、私はその友達でいたかったって気持ちもやっぱ大切に思ってほしかったなっていう、私の気持ちを尊重してくださいっていう意図なんですよ、っていう気持ちなんですよ。そうで、うん、向こうの好きって気持ちも尊重するけれども、でも私は友達としていたか、うん、いたし、悔しさとかも楽しいのに、うん、その好きって言ったことで今度は私が今度ボールをもらって考えて、じゃあこの友達って関係やめましょうとかって話にされるのは
なんかなとか思って、ね、野口と同じだよね多分本当に。野口くんは一番仲良い女友達だったみたいな。いやもうそれ本当野口がかわいそう。ててマジで。まあ、分かるんだけど。一番仲良い女友達にさ。いやでも、いや、うん、好きって感情を持たれた、まずそれを知っちゃった1回目、うん、でも多分野口の中でうまく交わしたというか断って、で友情に戻した、そうそう友情に自分の中で戻して、まあそれはそう野口のエゴかもしれないけど戻した。でやっぱ友達としての関係、そもそも友達っていう関係だったし、自分はその関係性をすごく大切にしてたのに、やっぱプロポーズされるっていう、なんかなんていうの、あ自分の力不足だったんだなとか思っちゃうかも。なんか友達って関係で戻せなかったみたいな、なんか向こうにもなんていうの、そこに価値を持ってもらえなかったんだって。あー、おー、ヒーロー感すごいすげえ。でもなんか、やっぱそこに恋愛を絡んでこの人は一緒にいてくれちゃったんだみたいな。ごめん、セオリー的には超理解できないけど、うん、具体的に例えばじゃあ過去に戻れたらどういうことをするってこと？どういうこと？その後悔したっていうの、あの友情関係に力不足だっていう気持ちがあります、うんうんうん、なら何すんの？え、だからその時に自分がなんかしでかしちゃったかなとか帰り見るよね。なんかえ、何か誤解を、そうそう期待を持たせるような発言したっけみたいな、なんか俺やっぱ何々といると落ち着くわとか、なんかそういうちょっとでも変なこと言っちゃったかなとか考える。でちなみに私はそういうこと絶対言わないって心がけてんの。なんか特別視しない、うん、なんか好きって言われた人に対して絶対特別視しない、一人の友達として全力で大事にするっていうスタンスをずっと大事にしてるから、私は結構自分勝手だけど、それでも好きとか言ってきたやつのことはやっぱ、いや お前自己中すぎん、すげえ興味深いね。なんかカノリーコにしてはリーコはもう全面もう張ってんのに、うん、なのになんで好きになってくんねんっていう気持ちなんだ。そう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 、お前みたいな、わしは5年間頑張ってきたんねんみたいな、そうそうそう、なんでお前ここで言うねんみたいな、そうそうそう、わし頑張ってきたんねん、もうできればもっと言いたかった、もっと愛情継ぎたか、友情の愛情を継ぎたかったけど継がなかったのにっていう感じなの。そうそうそう、めっちゃ面白い。野口の立場 ね、なんか野口はなんかそうだったらすごい共感できるなって。分かった、これモテるかモテないかの差だと思います。モテたら嫌だっていうやつで、モテたらモテなければ僕がだったらそっち好きになれる。いや友情をちゃんと気づくかどうかによらない、うん、正直私今一番仲いい男友達っていなくて、多分つーちゃんなの、うんうんうん、だし普通に正直つーちゃんのに代わりがいるっていう言い方はおかしいけど、過去の男友達も別に正直見つけられるなって思う程度の人しかいなかったの、仲良い男友達って。まあお前がすげー表現や、最悪だけどお前が去れば別の人また出てくるわっていう人しかいなかったから、うんうん、なんか置き換えられないかも、この友情関係を失いたくないみたいな、待ってそれ強い異性の友達って それだけは理解するけど、それで、うん、元に何、うん、どうつながるの、うん、え、だから全然ごめんね、共感できないっていう話、そもそもこのシチュエーション、あ、もう両方に、え、違う、ごめん、仲良い男友達を失いたくない、好きにならないでくれっていう経験もないし、あ、じゃあ妄想しよう、僕が。え、そうだよ、だからで、それでしょ、それでしょ、まあ、もし今お嘘ついてなかったらそういうことで、つーちゃんが、なんていうの、バルナにとってもう唯一無二の男友達まで価値のある存在になったとして、褒めてくれてんだけど、僕もきっとね、うん、そんなに特別と思ってくれてないんだと思うの。正直いてもいなくてもそんな変わんないのよ。仮にそうだったしよ、うん、あ、シンタ見つけたからもういいねんって思ってんだよきっと。もう繋げてくれたんやしょみたいな。いやでもだとしてつーちゃんが、いやでも僕バルニーを女性として好きなんだみたいな感じで来たら、もう全く関係ない私がせいせいせいって多分入っちゃうぐらい、いやお前のこと聞いてないね今バルニーは。ごめん勝手に進めるけど、私がせいせいせいって入って、え、つかさお前さみたいな、今までどういう関係性で何私たちが何をバルニーが何を大事にしてきたか、お前は何も見てないな。じゃあ僕はどけっつって、お前と関係ないから、ことことも関係だからっつうよ、そしたらそうだよねっ
とバルニーさんどうぞ。でもいやまさにそうだよね、うん、今まで何を見てきたんやっていう感じだよね。そうどう思わせぶりなことは何も言ってないんじゃこっちはっていう、さっきのまあリーコの気持ちだよね。そう。じゃあまあ難しいけど妄想したらリーコ側にもあるってこと？いや待って、でもごめんだけど、普通つーちゃんかも、よく考えたらつーちゃん側かも。お、ええやったー。ね、指導権がそっち遠までは思わないけど、ね、と極端に極端そんな風には思わないけど、極端に言えばつーちゃんかもしれない。まあ、難しいよね。だし普通に私のことを好きそうである人に対して私は冷たい態度すべきだと思ってしてるし、無意識だけど。ねえ、それ超感じる。ちゃんとしてるもんだって。超かわいそうとか思っちゃう。だってそうしないとさ、その人向かわれないじゃん。だし、その人の時間の無駄になっちゃうから、普通に。偉い。待って、じゃあ。考えるべきだと思う、そういうふうに。ああ、じゃあ好きになるって言ったら、どっちかって言ったら、しょうがないと思って私が、そこまでブラックホワイトじゃないけど、うん、バルニーがじゃあ距離取る、嫌だけど距離、つかさと距離取ろっていう感じになる。そういう方に行くと思う、うん、多分普通に、ね、うん、やったー、そうだったよ、リーコ、リーコトイレでも、そうだね、友情関係続けたいとか、分かるは分かるけど無理だもん。一個、あ、分かった、うん、どうぞ。いやいや、一個その、なんか幕を引いた友情関係は続けられるじゃん。なんかその好きにならせないようにして接する友情関係っていうのもあるじゃん、めちゃくちゃ密接にならなくても。いや、僕そこを今つなげたくて、その今ちょっとその告られた7日間ぐらいのなんか短いスパンのところで見てたけど、うん、なんかこれは別にリーコの代わりに言うのもおかしいけど、ちょっと違かったら突っ込んでほしいんだけど、うんうん、なんかイメージ的にね、リーコはそれ、うん、友情関係がつなが続い何年も続いてる人がいるイメージなの。うんうん、そうだね。それはおかしないみたいな、すごいなんかかわいそう相手がってなっちゃうの。あー、やっぱじゃあ野口くんのも同じじゃない、何年もだよね。まあそうだね、なんか、うん、ごめん、ほんと間違ったかもしれないけど、なんかリーコの場合はなんか2回目プロポーズしても続いてるイメージとかがあるの、ね、はいはいはい、なるほどね。きっと野口はまあ今続いてるかわかんないけど、そう、確かにね、それはない、私そんな2回プロポーズとかはさすがにないけど、うんうんうん、なんか友達だった人に告白されたとかはあるけど、でもなんか、いや友達としてじゃ繋がってるってことなんでしょ、尊敬してるよ。え、でも全員結婚したよ。いやでも全然そこは別として、でも全然あの関係、友情関係続いてるってことなんですよ。つながってる、うん、それも説明、昔自分のこと好きだって言ってくれた人が全員結婚したちゃんと、だからそんなもんなんだって思ってる、その好きって気持ち自体。さっきつーちゃんがリアルにその好きってなるとこうなっちゃうんだって言ってたけど、うちは好きって気持ちよりも、まあこれは私の完全ななんていうの、価値観、歪んだ価値観だけど、うん、好きって気持ちより友情の楽しさが勝つのね。その好きっていうのは一時の感情、友情っていうのは一生の感情と思ってて、やっぱなんかそこが全然違うから、好きっていうのはなんか私結構やっぱ軽視しちゃうんだよね、多分それもあって私の、はい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 、考え方になっちゃってってのあるけど、その人を大事に思えば大事だと思うほど、友情としてしっかりこの人と向き合いたいって思っちゃうかも。なんかそれでも欲が勝ったら好きって方向に転がってって、うまくいくかいかないかはその人次第だけど、その人と私の次第だけど、なんか基本的にはなんか友情を私は優先するのね。元の友情、元の友情、うん、予定とか感情とか全て。ユートピアではないかっていう、こっちはツッコミ、まあ、ぐるぐるしちゃって長見えちゃうけど、うんうんうん、それはもう戻れないんだよ、その人は好きなんだよあなたのこと、うん、っていう、うん、でも結婚したからねみんな。いやいやいや、結婚していいんだよいや、それはそんなにないって思ってんだよ。それはない、リーコって。いや、ちゃんと幸せそうな姿を見てる私は。てんてんてん幸せそうな姿を何人も見てるからね、ちゃんと。いや、だから難しいけど、なんかマジ難しい。でもリーコ名セリフが残して、ちょっとリリックとして使ってるし、好きっていう気持ちは一瞬の感情、友情は一生の感情って言い踏んでた男一瞬だち一生みたいなやつや確かに確かに、それやん、それやんけ。そうだから、そのだちの中にちゃんとその、うん、リスペクトできる友達をずっと。いや、これアンケート別に正しい正しくない関係ないけど、めっちゃ気になる、あの世論の
あ、なるほどね。え、てか野口はどうなったんそれで。結局どうしたの？気になるんだね。え、今日ちょっと一瞬これ電話つなげて、うん、どうって聞きたかったんだけど、うん、めっちゃ面白いだろうな、まあ、めっちゃっていうかなんか面白いだろうと思ったんだけど、ちょっと予定がかぶってしまって残念ですが、うん、いや、え、でもちなみに2回目告白されて、そう、それしかもプロポーズで、それでもまだ野口がなんか遊ぼうよとか連絡してたら、ちょっと私もさすがにそれはさすがにそこはちょっと違うんだ。うん、あ、面白い。わかんない、度合いがちょっと違うんだね。そう、ちょっとはコントロールするんだ。じゃあ一応か、もしくはなんかその子がそれで傷ついて野口に連絡しなくなったらってところまでがあったとして、それでも野口が、え、落ち着いた、遊び行こうよとか連絡してたら野口それダメだよってなるけど、まあなんつうの、その子が普通にまああれは忘れて、これからも仲良くしようみたいな感じだったら、その言葉に甘えて友達としてもう一回やり直すかも。難しいけど。気になるね。難しい。気になる、気になる。いつか、まあまあまあ、そのポッドキャストに喋ってほしい。まあでも、うん、あくまで話の種だったんでね。そうそうそう。いやー、おもろいな。なんかさ、こういう話ってさ、しないと思ったら一生別にしなくてもいいことじゃん。確かに。こんなところで立ち止まって、私自分の感情をさ、こう確認する必要なんてないじゃん。確かに。でもさ、こういう場があることによって確認するってのがおもろい。自分のことをよく見ることになるよね。そうそうそう。なんか私これを経て、なんか自分はやっぱ友情関係とかをなんかちゃんと直視してないんだなっていうことに気づかされるよく。人間関係をなんか軽視してるっていうか、全体的に、はいはい、自分以外のやつのことを適当に見てんだなっていうのを感じる。いやでもちょっと強引だけど、うん、あの昨日、まあ、最近渡部が不倫して、小島の、ラジオをシェアしてくれたじゃん、うんうん、聞いたじゃん、うん、ああいうコンテンツもっと触れたいなって思った。はあ、上辺で仕事頭いいし仕事がうまくできるから、うん、その回るけど、うんうん、気持ちで会話できる人になってほしいみたいな、そういうニュアンスなこと言ってたじゃん。言ってたね。なんかいい言葉だし、ちゃんとその10分聞いててあれ聞くと本当に僕もそうだなっていう気持ちだった。え、なんない？いや私本当になんで、むしろなんで小島泣いてるんだろうみたいな感じになっちゃって、ね、そこに入っ、それバグってんなって昨日思って聞いた。本当悪にバグってんなって思った。いやマジで心がないなさすぎて、ね、なんか怖って、すごい2人に説明してもらうまでは全然わかんなくて、正直わかんなくて、え、なんで泣いてんの、人間の感情を説明されるまでにみたいな。あ、でその小島自身の不利益っていうところまでか話がいって、やっと、あ、泣くわそれはしかもよくも私も気づいてきたみたいな。小島自身の不利益って言わないと多分この人理解、そうだからそれも多分何パーかあるよって思って、だから納得してないんだよ最終的には。あ、自分が不得じゃないから泣いてんだって終わってんの。いや、わかるよ。でも共感まで、なんで泣くか共感のところに、そう、うん、なんか涙を流すまでは多分そこもあるんじゃないかな。いいよ、もちろんめっちゃ、もちろんあると思うよ。そうそうそう、あると思うけど面白いなと思った。説明することにあたって、あ、それで納得してるから、そうだってね、分かんないのよ本当に。その不倫した相方に対する叱責、自分が叱れなかったとかいう気持ちで泣くとか分かんないし、なんであいつは不倫しちゃったんだみたいなところで立ち止まって泣くみたいな。それほどの信頼関係、まあ、今から作るんだ、あの慎太くんと信頼関係作るのかな。5年後慎太くんがなんかやらかしちゃったら私泣くんかな。泣くんだよ泣くんだよ。分からないのよ今の時点じゃ、私アンジャッシュの関係で泣くことが。まあでも芸歴20年以上でね、いやいやずっとやっててさ、いや僕本当に恋愛と近いなとか思っちゃう、うん、すごいよね。うん、20年やって、そうで、なんかなんていうの、一緒にさ、まあお金稼ぐことが目的じゃないけど、お金稼いでお笑いやってお金稼いでみたいな、なんかをあの50手前のおじさんが2人でずっと地道にやってるっていう構図がもうなんか、うんうんうん、すごいよね。いやーすごい、なんかドラマだよな本当。自分の人生の整形がその人との信頼関係という、フィジカルじゃないものに、うん、そう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 、作られてるって、そうえぐい、えぐい、えぐいえぐいからこそもっとリスクヘッジするべきだったんじゃないのって普通に思う。でリスクヘッジを
しない、しなかった自分を責めてる、しなければできない世界だからすごいなって思ってんじゃないの僕らは。なのかな、うん、だし、なんかそれで勝手にそう一緒にスタート一緒に始めたことなのに、なんかあっちの方が売れ始めて自分が劣等感感じるようになって、まあ叱れなかったみたいな、うん、なんかやっぱそういう感情は、感情とか、うん、でもすごい面白い、なんかそれ言うってことは、うんうん、じゃあマルニーこれから一切信頼関係しないか、一つの信頼関係をなるべく薄めていろんな信頼関係を作るということをしていきたいってこと。私の性格はもともとそうだよ、もともとそうだよ、ね、めっちゃ薄めてリスクを極限まで減らして友情関係、うん、人間関係作って、今はしんたくんはもう辛いの、その一人に。いや辛くない、もししんたくんがその社会的に間違ったことしてたらボコボコに殴って叩きまくって、私が渡部じゃなくてあ小島だったらね、あの渡部を正しまくる、正しまくる、でそこで立ち止まるしかないくないって思う、そのそれを放置したまま進めるってめちゃめちゃリスキーじゃん、だってって思っちゃう、それがもし収入源なら。まあ、時間軸って重要な要因なんだろうね、この話だと。まあまあまあ、そうだね、そうだね、確かにね。慎太くん何しちゃうんだろう。それ妄想して別れる。ひどいな。確かに50歳の慎太くんが、50歳の慎太くん、いろんな人のブレインやってんのかな、うん、まあ、50歳の慎太くんが何をしたらバルニーは小島みたいになるのかって。でもさ、そのためにはさ、慎太とバルニーとしてもう公にずっと出てる必要があるじゃん、この人と人、そういう人いたんだよな。ちょっと待って、やばいやばい。人っていう字でさ、こう行かなきゃいけないかなって。むずい、あ難しいわ。難しい、あ難しいわ。取り組んでる、私は取り組んでるよ。いやいや全然、とだけ批判ではないよ、面白いな。とだけ言っておく、興味深い。はいはい、じゃあ締めます、締めましょうか。なんかあるかな、いいウィークリー今日、なんかあるかな、ちょっと待って考えさせて、決算したことなんじゃないの、どうせ。え、だってさっきあれ、それ言ってないっけ。あ、言ってないか。よし、毎週僕の中でも見極めないから全部一緒に聞こえるけど。はい、じゃあ今週の The Weekly Content、2020上半期 K-POP 楽曲大賞、VIO 脱毛。星野ふづきちゃんの本、私の証明。はい、はい、バイバイ。バルニーです。ラジオ屋さんごっこのノートと YouTube が始まりました。イエーイ。ノートでしか読めないコンテンツ、 YouTube でしか見られないコンテンツが盛りだくさん、ぜひアクセスしてみてください。バイバイ。